すごいね。うん、40何分くらいの？そうそうそう。どれぐらい？村ちゃん。村ちゃん。こんにちは。村ちゃん。村ちゃん。ぼかし入れといて。いいじゃんね、入っといて。目線は必要だね。あ、するね。するね。なんか焼いてるね。なんか焼いてるよ。その嗅覚すごい。本当だ。ああ。あそこじゃない？あれやってるよ。お。バーベキュー。あれバーベキュー？違う？いや、そうかも。あれなんか火使っちゃダメだっていうのないね。あ、バーベキューやってる。やってるやってる。ちょっと降りてみていい？うん、いいよ。あ、ゴミはちゃんと捨て、ま、あの持って帰りましょうみたいな。こういうのはダメです、うん、こういうのダメだね。ダメだね。ダメ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 。お、裸の子供がいる。バイバイ。よし、いいことした。いいことした。画像が撮れた。偽善者の画像が。おお、犬だ。犬だ。うん、こんにちは。犬だよ。犬だよ。うちも犬いるからいい。犬だよ。おお、柴犬かな。そうなんです。あ、柴犬なんですか。じゃあバイバイ。おお、出ますね。いいね。うん、いい。いい映像が。おお、滝じゃないですか。すごいね。来週の土曜。やっぱこう、あの辺がいいよね。あそこいい。あ、ゴミはちゃんと持ち帰りましょう。ね、水多かったら気をつけないと。でも前の日雨とか死なないよね。そうだね。今日は晴れるかどうかがね。いや、晴れでしょ。晴れるかな。晴れるよ。すごい、キャンプ張っちゃってんだ。おー、いいね、やっぱこの辺なんだね。みんな車では来ないんだよね。2人ぐらい車かな。うん、まあ飲むけどね。うん、もうやってるやってる。そういうのさ、やられて責任感感じて落ちないといけないかなって思っちゃう方だから。ここで転ばないといけない。そう。でも、
あー、春とか喫茶店とかも。まあね。ないでしょ。お金ないからね。お金もないし。うん、そうだ、あそこで喋った人だもん。ベンチで。ああ。そうだね。まあそれ考えればね、今でもそれでいいような気もするけど。いいね、西野。